エドマンドラドローエドマンドラドローは、新京と革命期のイングランドの軍人、政治家。軍人として出世し政治にも足を踏み入れたが、共和主義者でしばしば政府に反対したり、急進的な主張を掲げた。ウィルトシャーで、ジェントリュの子に生まれ、1642年に第一次、イングランド内戦が始まると法学院の学生だったが、議会派の総司令官へセックス博。 ロバート・デ・バルーの軍に入り、ウィリアム・ウォラーや、トーマス・フェアファクスの下で戦った。一方で政治に興味を示し、長期議会で、国王・チャールズ一世と議会が争った論争を、王権侵受説対民主主義と捉え、共和制国家実現に向け求進派として、政治活動を始めた。1646年から、長期議会の下院議員に選出してからは、活発に論争をふっかけ、 ニューモデル軍副司令官、オリバー・クロームウェルに、イングランドの政治体制に、何を望むかを問いかけ、激論になった。また1648年に、議会恩恵派の長老派とチャールズ一世が進める、交渉に反対し、軍のロンドン進撃を、フェアファクスに進言して、軍と結託した。1649年のチャールズ一世の裁判で、判事を務めて、大殺しの一人になり、 イングランド共和国成立後は国務会議員にも選ばれた。しかし独立派のクロムウェルとは思想が合わずしばしば対立、同年4月から5月にかけて共和派の一派、平等派に影響された軍の反乱を鎮圧した際、少数の首謀者処刑と多数の反乱参加者に対するクロムウェルの寛大な処置を非難した。クロムウェルもラドローラ共和派を危険視していたため、 1650年に、陽動派の指導者、ジョン・リルバーンと協力を取り付けたクロムウェルにより、アイルランド騎兵部隊指揮官として、イングランドから遠ざけられた。アイルランドに赴任してからは、クロムウェルのアイルランド侵略を引き継いでいた、アイルランド総督ヘンリー・アヤトンを助け1651年に、騎兵軍副司令官兼副総督に就任、同年に、 アイアトンが死去するとチャールズ・フリートウッドと共にアイルランド兵定に尽力した。一方でイングランドの政治関与を続け、収監された王党派への特赦をクロムウェルがランプ議会に提案するとまたもや反発。1652年に成立した特赦令は共和派の犯行で骨抜きにされた。1653年4月のランプ議会解散後は排除され、 12月から五国境となった、クロムウェルの政治を認めず、憤慨、一時逮捕され、エセックスへ引退した。しかし1658年のクロムウェルの死後、後を継いだ息子、リチャード・クロムウェルが政権を担当した1659年に、政界と軍に復帰、再招集されたランプ議会の議員と、国務会議員、アイルランド総督に選ばれながら、政権打倒を図った。だが、 五国教時代が終わり王政復古の機運が高まると反対。1660年の仮議会で引き続き議員に選出されたが、大殺しの一人だったため身の危険を感じ、スイスに亡命した。29年後の1689年、名誉革命に最新一時帰国したが再度亡命。1692年にスイスのブベ衛で亡くなった。亡命中に綴った回想録は、 死後の六百九十八年に出版され、新京都革命の重要な資料となっている。ただし、イデオロギー上対立していた、クロムウェルの評価は厳しく、偽善者、エデンの国の蛇と非難、戦争を伴った外交も非難している。これに対しクラレンドン伯爵、エドワード・ハイドなど応答派はクロムウェルを非難しつつも、彼の政治家としての力量と人格を高評価しており、他の反対派も、 彼の長所と短所を挙げて評価しているため、注意が必要である。ABCDE 松村 P437、清水 P50、ウェッジウッド P108、P192、清水 P128、P129、P134、P267、田村 P265、清水 p 百六十 p 六十一 p 七十一 P175P176、清水 P192P214P216P225P241、田村 P15P260P261、清水 P270P271、ありがとうございます。